はい、皆さんこんにちは。昨日新しいソフトとしてソナーワークスのサウンド ID ボイス AI という DAW 用のプラグイン、これのお話をさせていただきました。とってもたくさんの人に見ていただきまして、まだ1日経ってないぐらいなんですけれども、数百人の方に閲覧していただきまして、大変ありがとうございます。今日はその続報としまして、昨日の話ではボーカルをボイス AI のボーカルに変えてプロっぽいボイスにできるというようなお話と、また鼻歌のような楽器のモノマネをしながら歌ったボイスをボイス AI のインストゥルメント機能、タブで言えばクリエイティブというタブのお話をさせていただいて、楽器に変換できると、そういうお話をさせていただきました。僕の方でもボーカルよりもこの楽器に変換するということにとっても興味を持っていまして、今日は続報ということで早速やっていきたいと思います。今日はどんな流れでやるかというと、各 DAW などにある付属音源、この付属音源というのは品質は悪くはないんですけれども、高級な音源に比べたらアーキュレーションという奏法というやつですね、それがあまりないために、本当の楽器のようなニュアンスが出にくいということ、これが打ち込み初心者のとっても難しい課題でした。初心者だけでなく、僕のように演奏というのはそんなに得意ではない中でも、ギターが得意だとかベースが得意だとか、そういう人がトランペットの吹き方とかサックスの吹き方というようなことはなかなか難しいじゃないですか。それをこのボイス AI に任せたらどういう風になるかということをやってみました。ちょっと聞いてみてください。一番上のトラックにはドラムを入れてあります。ユージャムのドラムです。そして次には純正の音源でサックスの音で入れています。ちょっと見てみましょう。はい、こんな感じで打ち込んであります。そしてアーキュレーションとかそういうことはなしにですね、ベロシティもほぼ一定、こんな風になっています。他も同じです。一つ一つ聞いていただきますので、ちょっと見ていてください。まずはサックスから。次はトランペット。次はバイオリンです。はい、次はエレキです。そして最後はベースです。こんなような、あえて言いますが、粗末な音であり、そして単純なフレーズ、そしてベロシティもほぼ一定、こういうようなものを今回のソナーワークスのサウンド ID ボイス AI に直してもらったらどんな風になるかというのをやってみたいと思います。今選択しましたこのトラックを全部一旦オーディオに変換します。オーディオトラックに変換というこのメニューをします。違う DAW ではバウンズとかいう言い方をする時もありますが、これをやっていきます。すべてオーディオに変換できました。そうしましたら、この5つの音源にソナーワークスのサウンド ID ボイス AI を一気に入れたいと思います。はい、すべてのトラックに入れることができました。じゃあ一つずつやっていきましょう。一番上のドラムだけはそのままにしています。一つ目はサックスでしたから、
サックスを選びます。クリエイティブタブのずっと下がったところにサックスフォンというのがあります。はい、こんな音です。もう一回聞いていただきます。こんな音に変換してもらいます。ここでキャプチャーというのをします。そして再生をします。はい、そうしまして、スタートプロセッシングというこの白いボタンを押します。80トークン使うということになっています。じゃあ、押してみましょう。はい、出来上がりました。じゃあ聞いていただきましょう。はい、こんな感じに仕上がりました。次からは動画の関係もありまして、全く同じ操作をあと残りの4つにもやりますので、ここはショートカットで僕の方でやってしまいます。はい、操作が終わりましたので、トランペットから順に再生していきたいと思います。はい、次はバイオリンです。バイオリンはですね、音の生々しさというのはよく表現できているんですけれども、僕が音符を切ったりするところが悪かったせいか、なんか止まったようになっています。ここですね、トゥートゥートゥーのところがちょっと不自然になっています。バイオリンの場合、レガートで隣と隣をうまくひっつけてやる方がいい感じがします。スタッカート気味に持っていくんであれば、今のようなところがないか、そういうのをちゃんと見直してやった方がいいと思います。今度はエレキです。エレキは案外いい感じになりました。今度はスラップベースです。ちょっと音符数が少なかったように思います。まあ、ちょっと聞いてみてください。はい、かなり生々しいですね。まあ、こんな風にできるということなんですが、ちょっとこれの素晴らしいところですね。例えばこのトラック、スラップベースという風にしましたが、今かなり低いでした。こういう時はトランスポーズというのもできるようになっています。今オートとなっていますが、オートのチェックを外して、そして今多分マイナス12になってたと思うので、これを0にしてみます。そうしまして、このスタートプロセッシングをします。この時にクレジットが減らない、これがいいところです。今7600トークンありますが、このボタンを押してもトークンが減りません。トランスポーズにはトークンが必要ないということです。じゃあやってみましょう。じゃあ聞いてみます。ちょっとふにゃふにゃしましたね。このベースの時にオクターブも上げちゃうとこんな風になるのかもわかりません。キーを変えて移調する時なんかには、このトランスポーズ機能はとっても便利ですね。トランスポーズはこのような約束でできているということが分かりました。僕の方もまだ今日で2日目です。
ですからコツというのはつかみきれていません。もっと上手に作っていく方法というのもこれから研究していきたいと思います。でも嬉しいのは初期の段階で9000でしたけれども、まだ今のところ7800です。随分テスティングはできると思います。ただし1週間の間にしないとなくなってしまうということで、1週間詰めてできるときに皆さんもやればいいと思いますし、3800円ぐらいで120分もできるということなんで、昨日もお話ししましたようにかなりの曲数ですね。ソロ楽器の部分だけをやったりするんであれば、たくさんの楽曲に使うことができますので、とてもリーズナブルなトークンの精度になっていると思います。これからももう少し勉強していきたいと思います。では、長い間ありがとうございました。またねー。